はい、ジョニーエースでございますよ。はい。ね、先ほどですね、参議院会館、参議院会館に行って、例のあのデビッド・ケイさん、わかりますか、デビッド・ケイさん。そう、あの日本がとうとう72位になっちゃった。ね、はいはいはい。アフリカ系の国よりも下になってしまった。ね、そうですけども、それは全部秘密法のあのものの問題でございますから、かつてあの秘密法の歌を私歌ってたんですよ、ね、歌ってましたね。それを今日また久々に、歌いたいと思います。今ね、秘密の保秘密保護法っていうんだよね。かつて保全法だったの。保全法だった、ね、うん、ということで秘密保護法いきます。国民の前ではとぼけてる、嘘つきおすまし、それはなぜ。それは新聞もテレビの中からもツンツンツン、権力者の嘘を叩けない、ツンツンツン。それは何、それは秘密、秘密特定、秘密保護法。朝から晩まで嘘ばかり、権力者の宣伝、それはなぜ。それは新聞もテレビの中からもツンツンツン、記者もディレクターもいなくなる、ツンツンツン。それは何、それは秘密、秘密特定、秘密保護法。人でも犬でもお化けでも何でもショッピング、それは何。それは新聞もテレビの中からもツンツンツン、捕まって幼稚所で殺された、ツンツンツン。それは何、それは秘密、秘密特定、秘密保護法。でこれを発表したらですね、ね、いや実はそういうことじゃなくて、やっぱりショックドクトリンとかそういうのでね影響するんだよということで、あの IWJ の、岩上さんからそれも作ってくれと言われましたので続きを作りました。お祭りとバブルで浮かれさせ、国民は思考停止、それはなぜ。それは新聞もテレビの中からもピーピーピー、権力者が陰謀を隠してる、ピーピーピー。それは何、それは秘密、秘密特定、秘密保護法。震災のショックにつけ込んで独裁目指す、それはなぜ。それは新聞もテレビの中からもワンワンワン、米国のために戦争する、ワンワンワン。それは何、それは秘密、秘密特定、秘密保護法。憲法は国民の知る権利、保障をしろと、それだから。それは新聞もテレビの中からもツンツンツン、今すぐみんなで止めないと、ツンツンツン。それは何、それは秘密、秘密特定、秘密保護法。なんてね、のんびり歌ってたりするか、ね、12月10日に、施行の日、ね、で12月10日がですね、あのさっき聞いたら国際、なんだっけ、情報、を自由にするデーみたいな、うん、そういう日だったそうでございますよ、うん、それにあえてぶつけてきて今、なるほどね、挑戦的だね、挑戦的な方法なんですよ。へえ、だから日本ではあんまり逆に報道されないんだけど、うん、あの国際的には日本ってもう完璧にひどい、まあ、高い位置が合わないじゃないですか。ああ、ね、あれまずひどいんだけど、その前にあの、12月にドタキャンされたでしょ、政府に来るなって言われた、あの、うん、デビッド・ケイさんが、はあはあ、ね、あの時点でもう日本っていうのはそういうことは独裁国家しかやらないから、
もうダメっていうことで、どん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 あの落ちていって、今72ですか、ね、ね、であれは相対的なもんだけども、でもそれはね、でも僕らはここはですね、そういうこと平気で言っちゃうメディアでございます。言っちゃうメディアです、言っちゃうメディアです。じゃあ、あれをなかなか言わない、今熊本の震災に、長澤まさみが何か言ったらふざけんなとか、それからあの、あっちにいるあの、なんだっけ、おっぱい大きいようなの人、井上晴美、井上晴美、彼女がみんな頑張ろうねって言ったら、おめえだけかよとか、なんかツッコミ入れられてるんです。そう、でもツッコミ入れんならこれでしょ、あの震災の時に真っ赤な顔してヘベレケで出てきた男がいましたよ。お、皆さん知ってますか、知らない人はぜひもう一回チェックしてみてください。絶対出てきますから。はい。その歌でございます。真っ赤な心臓。真っ赤な顔で会見するから飲んでたことがバレてしまったの。稲田ともみと二人で飲んだ。ここに来て響く甘い記者会見。激しい批判に焼けた顔してもやもやむにゃむにゃろれつも回らず忘れない。映像残ってる。タイミングいいね。わらくし、すぐに陣頭指揮へ熊本に向かいます。皆さん、ちゃんと寒いからすぐに崩れかけてる屋根の下に入って待っててください。真っ赤な顔で命令したから熊本県知事は怒りまくったの。いつかは沈む心臓だから地震が揺れた終わりの季節なの。なんか急ブレーキした車がいますけど、支持者の方ですかね。支持者も聞いたふざけた発言、砕ける支持率白く目にしみる。口から出まかせ迷った食料、送った食料ダンボール200箱、でっかいドローンのあのオスプレイでダンボール200箱分運んでどうだっつうんだよ。ね、でもめげませんよ、心臓ちゃんは。愛知県知事の木村ちゃんも言ってたよ。飲んで応援。だから私たちは阿蘇の金箔入りの純米酒レーザーを飲んで立て分け。一番いい税金の使い道です。いつかは沈む心臓だから地震が揺れた終わりの季節なの。ということで、心臓でございました。そうだったんだ、知らなかったので。知らないことね、知らなかった。そうだったんですね、あの知らないことを知らせる早い、うん、メディアですね。メディアです。そうですね。でしかも早い安いうまい。早い安いうまい。うまい。うまい。じゃあ、ありがとうございます。ところでですね、コンビニ使ってますか？なんか安倍ちゃんがコンビニに全部物資を送ったから、あとは有料で買えとかって答えてますけども、ね。いや、そうですよ。あれ、無料じゃないんですよ。そうですよ。そろそろ皆さん、コンビニに有料物資が届くから待ってねねねって言ったんですよ。だって、無料で届けんじゃないんですよ。うん、で、ね、そしたら、吉野家のね、彼は偉いよね、うん。無料で炊き出ししますからって言って。でも、それも民間任せ。そう。ということで、セブンイレブンのオーナーの歌を歌いたいと思います。セブンイレブンだって、一番儲かってるんでしょ。で、儲かってるけど、鈴木社長が辞めることになった。息子がバカなのに、副社長にしようとして、でも結局 CEO に戻ってるから、あれは何なんだろうってことなんだけど、セブンイレブンのオーナーは今苦労してます。
セブンイレブンの大元本部は儲かってるけれども、オーナーは全部赤字で、首くくってるのは去年1年間で6人います。ということで、セブンイレブンのオーナーの歌を歌いたいと思います。セブンイレブン、セブンイレブン、セブンイレブン、やな気分。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。はるかな昔は開いててよかった。売るほど損、本部だけヘブン。今じゃ開いてていてててて、セブンイレブンやな気分。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。利益配分書かれていない契約書。売るほど損、本部だけヘブン。回転あとは本部への上納金。ぼったくり配分でスパーク。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。フランチャイズは名ばかりで、売るほど損、本部だけヘブン。同じエリアで競わせて、負けりゃ契約ブレイク。ファン、セブンイレブンジャパン。オーナーがアルバイト店員に頭下げ。売るほど損、本部だけヘブン。おでんとコーヒー売るけれど、手間だけかかってロス。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。ヘルパーセイドの名を借りて、売るほど損、本部だけヘブン。弁当廃棄禁止で強制仕入れ、本部の社員が監視。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。米国ヘブンが呆れてる。売るほど損、本部だけヘブン。労働搾取の工場制度、四世五冊が9、わかりますか？四世五冊です。あるいは四章五冊と言います。借金は4000万円まではセブンイレブンの本部が、店長にする。4000万円まではなんとかなるっていうんで生き残るんです。ところが5000万円になると、自殺してしまう。だから本部としては4000万円までの借金まで止めとけ。4勝5冊、あるいは4勝5冊というんです。やだよ、やだ。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。4000万円の借金を背負わせて、売るほど損、本部だけヘブン。5000万超えたら自殺する。ガス管加えたオーナーがスパーク。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。店頭販売を盾にして、売るほど損、本部だけヘブン。新聞に記事を書かせない、週刊誌の記事もイレース。だから記事にならないんですよ。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。本部がやり放題の悪質事件はあるけれど、売るほど損、本部だけヘブン。驚愕の CM 料金支払って、民放のニュースをカット。セブンイレブンジャパン、セブンイレブンジャパン。本部にとってコンビニな、オーナー、あ、ごめんなさい、本部にとってよい、本部にとってコンビニな、オーナーをやめて、すいません、邪魔です。ウルトラセブン、戦えイレブン。倒せ本部の大怪獣、本当のオーナーに変身。セブンイレブン、開いててよかった。セブンイレブン、となればいい気分。ということで、セブンイレブンのオーナーに送る歌でございました。素晴らしい、おそらくこれを見ているオーナーは泣いていただけるんじゃないかと。ちなみにですね、オーナーは
苦しいのはアルバイトが全然集まんない、パートも含めて、うん、で僕うちの近所で、実はセブンイレブンじゃない、あれはなんだ、ミニストップじゃなくてサンクスじゃなくて、うん、サンクスか、サンクスのここで昼間よくコーヒーを買うんですけど、 その、うん、そこにいたおばちゃんが駅の反対側に行ったら、朝行ったらファミリーマートにいたんですよ、はいはい、でこの間声かけたら、あっちの方にいましたよねって言ったら、はあ、あっちのファミリーマートですよねって、もう引っ張りだこなんです。だから人手が足んないから、なるほど、そういう人で賄っている。それを雇えない店長は、24時間しか24件やんなきゃいけないよね、うん、であの契約がこうなってるそうです、セブンイレブンの場合15年間365日24時間休んだらアウト、うん、一回も閉めちゃダメなんです、うん、だから一番ひどい話は親の葬式に行けなくて、うん、で要するにセブンイレブンの格好して行ったと、いつまでお前ら、お前は親戚数からそんだけ儲けたいのかと言われて罵声を飛ばされて帰ってきたっていう話をしてましたよ、ね、まあ、そんだけね、あのひどいんでございますよ、ね、ということで、最後にですね、あのじゃあこういうことになっちゃったのは何だかと、あいつらが儲けてるかって、僕ら損ばっかりしてるということで、政府はがっこり節という歌を歌います。あがっぽりがっぽりがばりとがっぽりよいとな、よいよい空、待ちに待ってた年金の当てにしていた三万両、あれこれ整形考えてそろばん弾いて、あれこれ楽しい夢見れば、政府が下手こき見送りに、あついてないな、何かがっぽりねえかしら、何かがっぽりねえかしら、年金もらえず食料買えずに飢え死にしたらば、政府はがっぽり、高級寿司屋で政府はかっぽり、パラマテヘブン、パラマテヘブン、パラマテヘブン、嫌な気分、損をするのは俺ばかり、がっぽりがっぽりがばりとがっぽり、よーいとなよいよい、はい、元々はトニー谷さんでございました。ありがとうございました。夜も更けてまいった、ちょうど9時をね、いい感じですね、いい感じでございます。